1925年の中国、水色が雲南派の支配地域雲南派とは、中華民国時代における南方軍閥の一つ、代表人物として、東杉行、龍雲などがおり、その勢力圏は雲南省、紀州省、四川省地区に及んだ。天軍は、成長末の第十九軍が元になっており、最津は、離婚源、東杉行らは、 1911年10月10日、武将君が勃発すると、軍の主導権を掌握し、挙兵。10月30日、サイツバラは、昆明で挙兵し、雲気層特理行儀を捕虜として、雲南省を掌握した。11月1日、大中華国雲南軍都督府が設立されると、サイツバは、運乱都督に衰退された。サイツバは直ちに、運乱の軍事、政治の改革に取り組む。 その精錬にして過断な政治姿勢により、小生の面目を一新したため、省を混乱させることなく、人心掌握に成功した。1913年7月、二次革命が勃発すると、蔡津波は、遠征外を支持した。10月に、蔡津波が、遠征外によって、北京に迎えられると、東欧次行業が、雲南都督を引き継ぎ、天軍を掌握した。1915年に、蔡津は、 遠征外の訂正に反発し、北京を脱出した。そして、東津議行らと共に12月25日に、雲南省の独立を宣言し、五国戦争が勃発した。同戦争は、半遠征外派に有利に進んだが、蔡津ツは1916年に結核を患い、11月8日に治療のため訪れていた日本で死去した。第三革命後期においては、東津議行は、 大幅な軍閣を実施し、四川に勢力を広げ、1917年4月に、至る8ヶ月間、四川の竜有りの軍隊と生徒、チビ、内号などで何度も衝突した。同年7月に、断基髄が国務大臣復帰後に、中華民国臨時暫定憲法を回復することを拒絶、東欧次行は、孫文の掲げた五宝騎士の名を利用して、軍閣を実行し、 天軍で安国を目指した。12月には、紀州の塩素名と四川の熊国部と共同して、川天県安国連合軍総司令官になった。翌1918年2月には、成都に入城し、四川を再占領。同時に、先生、コ南、福建などの軍閥主領に、安国を呼びかけることで、東大津行は、四川、雲南、紀州、古北、河南、ン、先生、コナ 福建の八省の連合軍総司令官を自称し、雲南派軍閥の威信は頂点に達した。同時に、旧構成派と直令派軍閥と結託して、北伐計画を頓挫させ、甲州の五方軍人政府を改編し、孫文を関東から追放した。1921年2月、東欧次行は、中川天軍第一軍長古品賃の裏切りに遭い、香港に逃れた。 1922年春、彼は、以前の部下と雲南の土肥を買収して、古ンチンを奇襲して射殺し、権力の座を取り戻した。古ンチンの部隊の大部分は、張海樹が率いて、奇襲を通じて、後世に入り、後に、のゾミビンが率いて、関東の鎮啓明追放に参加した。しかし彼らは人民を圧作し、東を継ぎ、行などの軍閥と結託して、 公衆革命政権の奪取を企みたため、1925年6月の武装反乱で関東革命軍に消滅させられた。当次業は、雲南に帰った後に、民事を吹張して民衆をあざき、また民事党を組織して自分の思うがままにした。また奇襲に軍隊を派遣して、軍事のコントロールと経済的搾取を行い、他の省に支配を拡張することを図った。 1925年に、孫文が成就後、関東、厚生地盤を占領することを企んだが、国民革命軍の北伐の成功に従って、1927年2月に、天軍の将校の龍区も、小赤具、露館などの政変に相当次み行は失脚、民事党は解散させられた、日中戦争の際の米国陸軍士官との勘談。左から一番目の軍人が、龍グも、 中央の文民の服装をしている人物は、僕雲代。龍雲は、国民党政府の下に再編成された、雲南省において、実治を得て、近代化を進め成功させた。日中戦争時には、抗日統一戦線を支持し、天軍二十数万を、派遣、日中戦争勝利に、多大な貢献をした。しかし、日中戦争の終了後、竜雲は、雲南文老主義を主張して、 小解石と対立し、雲南省から追放された、竜雲の後継は、露間が継いだが、ほどなく、雲南派の軍閥統治は終焉を迎えた。ありがとうございます。